はい、LX だロサンゼルスだ久しぶりだな。 I know that phone like they used to be so popular when I was、right. in high school and after like Apple coming out like it just disappeared はい、チェックインしました。まあ、ちょっと特殊なんですね、これね。友達の知り合いのハイアットのポイントでやったので、名前が別に僕の名前じゃなかったって誰って言ってすごい特殊なチェックインでさ、撮っとけばよかったね、動画。ということで、部屋来ました。でかい。知り合いの、まあ、友達の友達がやってくれたんで、そうそうそう、この部屋すごいいいところにアップグレードしてくれる方がいるんですよ。その人に頼むとめっちゃ安くなるし、すごいいい部屋に泊まれる。半額まではいかないけど、一泊が多分3万ぐらい、うん、でも半額近いかな、半額ぐらいになってると思います。はい、これだけでもすごい部屋でもバスタブはないんですね。はい、シャワーだけです。はい、ご飯食べに出てきました。憲法空手って書いてあるんですね。憲法と空手を勉強するところなんだ。カラリーですか、はい、正確には。すごい。あ、プロボクシングエクイプメントだって。ボクシングのやつある。あ、これあれですよ、この音、これ、あの信号の音ですね、これね。暗い。あ、トラックのこの音もよく聞いたな。バーベキューベーコンチーズですね。いやー、オーダーが遅かった。車でどんだけ待ってんだこれ。オフィスディポに来ました。はい、あ、いや、So this is a car, this kind of stuff. Or it's like a jump drive. And then you just put it in there. All right. Yeah. I think so. Because I think this one comes with a micro SD card, but you just take that one out and then you just put it in the reader. Well, or actually, no, that's this one. Oh, yeah, right. That's one, yeah, that's that kind of stuff. How much is this? $30.99 if you're a member. Okay. Oh, maybe, nice. Yeah. Then I can just use this one as a reader. Yeah.Oh, yeah. Yeah, because you're paying for the gigabytes of the... Yeah, exactly. Okay, alright, thank you. とりあえずもう一番安いやつでやってしまうか、もしくは USB 型のリーダーを探すかですね。もうアメリカに来てからもうどれだけ待たなきゃいけないんだ。買いました。なんかでも匂いがサーダンカリフォルニアの匂いなんですよね。行くとこ行くとこ懐かしい匂いがするっていう感じです。 Hello. So I want to register the car I just rented. Oh yeah, you want to get a parking pass? Yeah. Yes? Let me grab you the parking pass. What was the room? No need to write anything on、okay. it. Leave it blank. All you gotta do is just place it on the dashboard of the car. Oh, really? Yeah. Okay. You're parking in the parking structure、yep. down below? Okay. And did you need your water bottles for yeah, today? Sure. Yeah, finally. No, yeah. Okay, thank you. You're all set.スーパーマーケットにやってきました。もうやっぱりもう匂いがアメリカのスーパーマーケットも入った瞬間からこの甘い、ね、シナモンみたいな匂いするんですよ。中の方が灰色になってるんですよ。外変色しないようにされてますから。で、Hello. Baby California. Well,
こういうのにつけてね食べるんです。ヨーグルトとあのパンっていうのがもうお決まりと。これ分かりづらいやつね。10個で9ドルって書いてあってね、1つずつ90セントって意味です。別に10個買う必要ないんです。これ3つで5ドル。レイズでも買っていこうかな。辛ラーメンね、やっぱり辛ラーメンブラックもあるわけ。そう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 、この電子レンジでね作るんだよね。これレンジなんです、アメリカは。札幌一番、これ何、ももさん東京チキンだって。知らない、これ初めて見た。はい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 、ありましたねこれね。瓶ですね。そしてこのトマトソースの量、キャンスープですよ、はい、もうこれどんだけ食ったことか。このね安いんですよ、めちゃくちゃ。キャンベルのねスープとか、チャンキーめっちゃ食ったな、このチャンキー。まあね、まずいんです。まずいけど、お腹いっぱいになるね。これよく食ってたわ。そう、本当にね、もう食べればわかる。体に悪いっていうのがもう、すぐわかる。はい、この辺のも、よく食べてたですね。また食べたいとは全く思わないものばっかり。これ、あったね、これもね。あ、はいはい。この焼きそば的なのは食べてます。これ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 、マルちゃん、うん、よーく食べてた。これもキャンベルスープも、はいはいはい、もうね、はいはいはい、お手軽ですよ。これはあんままずくないし、これは。ライス、あ、ボタン2色ね、はい、あ、この匂い懐かしい。ああ、懐かしいよこれね。安い。こういう卵なんですよ。こういうねでっかいやつ。よくね誰かが落っことしてバシャーンって捨てるやつ。ハムみたいなやつとこのチーズですね。で焼いて食べる。であとはヨーグルトっていうのがもう朝の。お決まりでした。お酒はわかんないよね。まあとにかくこのバドカはよく見かけたよね。これ持ってる人多かったね、アツルバドカは。バカルディね、はいはいはい、バカルディとか。まあ日本でも手に入るものは多分多いんじゃないかな。あ、シャンパールじゃないですか。モエシャンじゃないですか。ブーブー、これらがもうめちゃくちゃ甘くて本当に嫌いだったわ。食べ物じゃないと思ってます今でも。甘いんだよこれは本当に、めちゃくちゃ甘い。ああ、で挟んでた、そうそう、こういうパンに挟むんですね、さっきのやつを。それで食べる。これもね、そう、こういうのめちゃめちゃ持ってたよ。だからたくさん買いました、こういう昔。アイスクリームは食べたっけ。ラザーニャ、こういうピザのこうちっこいやつとか、そう、レッドバロンとかね、
これめっちゃ、これよ、これこれ、レッドバロンのこれ。サンディエゴ、サンフランシスコ時代によく食べたやつ。そう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 。わあ。このちっこいのも食ったな、よく。いやー、そしてこれらですね、もうレンジでチンして食うやつが。本当に。このブリトー、そうそう、このブリトーもね、よく食べたわ。そう、これだ、こいつ。ピネンチーズ、そう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 。これこれ、このシリーズ。サンフランシスコ行った時よく食べたわ、このシリーズ。何を買いましょうかね。ちなみにこれは壊れてます。もうカメラ壊れちゃって。ヘッドが動かないんですが、撮れてるといいな。